ブさん H507AX4 スタープロで最高高度に挑戦してみました。画面の左上の数字が高度です。離陸しました。コストパフォーマンスに優れているとはいえ、所詮はトイドローン。そんなに高くは上昇できないと思います。高度70メートルを超えました。高度100メートル。高度120メートル。あっという間に高度147メートルまで到達してしまいました。これ以上は航空法の規制に引っかかるのでテストできません。リターントゥーホームで着陸させます。下降速度は上昇速度よりゆっくりです。回転翼機の宿命で下降時には自分で作った乱気流の中に突っ込むことになるので慎重に下降する必要があるのです。ここまで高度のすぐ右横の数字はほぼずっと 0.0 メートルです。これは水平距離を表しているのですが、基本的に離陸地点からまっすぐ上昇し、まっすぐ下降してきていることを示します。GPS の位置測定そのものには誤差があると考えられますが、位置制御の性能はそれなりに高いようです。さて着陸です。おっと、相変わらず RTH の着陸は荒っぽいですね。というわけで H507A は余裕で 150m の高度に達することができそうです。途中で Wi-Fi が途切れることもありませんでした。トイドローンだと思って舐めていました。ごめんなさい。